仕事終えまして勉強に切り替えて、もう6時から実は久々にター君と焼肉に行きます。で、帰ってから今日は勉強です。ただ今日はですね、ジム行かずに月曜日なんですけど、マッサージって書いてあるかなと思ってるんで、メンテの日でもあります。そう、メンテで焼肉やるのかも楽しみですね。半年ぶりぐらいな。はい、ありがとうございます。これすいません、これもう一個追加ってできます？もう一個追加だともう一人前になります。あー、なるほど。もう一人前ではできない。あー、確かにね。もう一人前頼みましょうか。そうしましょうか。もう一枚、もう一枚だ。あ、あれ見てからにします。量見てからにします。これ、マッサージに行ってきます。久々だ。サラリーカー。ペコさん。いやいや、カメラ向けたら喋らんけだった。ビデオ撮った。ビデオ撮ってますよ。お願いします。よし。出しまして。今から勉強タイムです。ソファでやろう。ちょっと午前中仕事軽くやって、で先に今から脱毛とスーツちょっとお直し行きます。夕方に帰ってきて、でまたちょっと仕事と、でまた夜忘年会あるんですよね。8時ぐらいから忘年会1回だけやって帰ってきて、もう今日はもうジムもちょっとなしで脱毛も行くんで、ちょっと勉強できるだけしたいなと考えてます。車呼んだんでちょっとそれで行ってきます。お願いします。はい、小山です。スーツを、作りに来たのとお直しに来ました。帰ってきました。ちょっと8時から忘年会あるんで、ちょっとそれまで無理やり勉強します。なんとかこれを読みたいということで、ちょっとやります。よし、ではちょっと8時なんですけど、忘年会にちょっと一軒行ってきます。よく仕事を一緒にしてる方たちのちょっと集まりにちょっと一軒行ってきます。では、で、2軒目ウーロン茶だけですけど、お互い男2人でウーロン茶3杯飲んで、はい、帰ってきました。コーヒーも2杯目です。まあ、帰って急いでシャワー浴びて、で、まあ、2時間3時間ちょっと勉強したいです。結構実は追い込まれてるというか、かなりタイトな日程で組んでまして、はい、ちょっと年明け1ヶ月ぐらい海外行きたいんで、それも含めて前倒して日程組んで今という感じで、はい、帰って勉強します。集中力は切らしておりません。では、ちょっと行ってきます。よっしょ、おはようございますということで、ズームからスタートです。世間は仕事納めですけど、今日は2件ズームがあります。お世話になります。あ、こんにちは。すいません、あ、ちょっと音が遠いです。すいません、遅くなりました。よし、終わりました。次2件目のズームをちょっと今からします。あ、お世話になります。すいません、聞こえますでしょうか。ありがとうございます。すいません、体調大丈夫ですか。よし、終わりました。と同時にアマゾンでやばスタバの米を買っ米じゃねえわスタバの豆を買ったんですけど、今カッターで開けたらやばい、穴開いちゃいました。よし、着替えました。
よし、打ち合わせラッシュ終わりまして、こっからやっとデスクワークをちょっと今して動画もチェックして、自分の時間ですね。28日歯のあのゴムもかけたんでちょっと喋りづらいんですけど、なんかちょっと目のゴミを取ってあげよう。えらい、よし、オッケー、はい、はい、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、よし、ちょっと先にジムに行きます。28日夜8時終わりました。ちょっと隙を立てて帰ります。帰って10時半ぐらいで勉強だな。どん、帰宅しまして、もうこんな時間ですけど勉強します。回転数上げないと。終わり、28日、世の中はもう今日がほとんどの会社は仕事納めですね。うちの会社はもう自由なんですけど、あの早い人はもう月曜日ぐらいから休み取ってる人もいますし、まあ、世間的には今日が仕事納めということで、うちもオフィシャル的には今日が、はい、仕事納めとなりました。僕自身はもうご存知の通り全く関係なく動いてますし、明日明後日はまあできるだけ勉強に当てたいんですけど、やること多すぎて走りっぱなしですね。また明日勉強再開します。おやすみなさい。ひたすらやってます。8時間ぐらいやってるのか、なんだかんだあんま集中してない時間もあるんで、多分5時間ぐらいですね。多分70問ぐらい問題を解きます。で、やっとこれで問題は1周全部見れたことになるんで、ここから回転ですね。回転できたらいいなって感じで、あと3週間年明け、今もなんか食前期モードですね。クラブの散歩も終わりまして勉強タイムです。ひたすらやってます。ちょっと30分休憩、今日はひたすらもテキストの読み込みです。ちょっと30分休憩します。10時間ぐらいやった。でもまだ残ってます。もう一度頑張りやります。今2時半ですけど、ちょっと自分に行きます。もう31日になったんですけど、明日もひたすら勉強して、ちょっと初詣で行くぐらいですかね。日付が変わったりとか、1日3と。そうそう、過去も回していただいてやばい時期になりましたので、頑張ります。ということで、ジム行ってきます。寝ます。
今日もめっちゃ綺麗。今年も綺麗、本当にお世話になりました。まだまだやっとするんですけど、頑張らなきゃ。いや、来年は本当にやっと勉強も終わりますし、めちゃめちゃ動ける、今以上に動ける。皆さんもぜひご一緒できれば幸いです。数時間後にはもう2023年、いいっすね。勉強も終わらせまして、いろいろ仕込んでたものが爆発する年なので、お楽しみにしてください。ということで、もうちょっとやります。勉強です。仕事はまだしてません。ちょっと頑張ります。はい、お手。